ナンバーアンダーライン I 全国ツアー発表期待と興奮が高まるファンの熱狂ぶりを徹底解剖近距離で感じる感動大人の魅力満載のナンバーアンダーライン I 最終公演の特別な夜私の心には常に特別な場所を占めているナンバーアンダーライン I の最終公演について書き始めるとき胸が高鳴るのを感じます ライブレポートやファンからの熱い反応が詰まったこのパフォーマンスは多くの人々にとって忘れられない夜となりましたこの公演はただの音楽イベントではなく参加者全員にとって感情の高まりとともに新たなショーを迎える瞬間でした10月から12月にかけての全国ツアーとフルアルバムのリリースが発表されファンの興奮は一層高まりました期待感に包まれた会場は まるで一つの大きな心臓がドキドキと脈打っているかのようでした。公演中、メンバーたちの衣装とスタイリングはひときわ目を引くものでした。髪型やファッションの選択、そしてステージ上での身体的な表現まで、すべてが緻密に計算され、観客を魅了しました。例えば、平野翔の象徴的なセリフ死ぬなは、彼の強い意志と情熱を象徴していました。また、 ウイスキーボトルを使った小道具は舞台に一層の深みを加えファンの記憶に強く残りましたライブ体験そのものはただ音楽を聴く以上のものでした観客がその場で感じる興奮や予期せぬ自然発生的な瞬間がライブの醍醐味ですダブルアンコールが終わりアナウンスが始まってもなお観客のアンコールの声は止むことがなくついにはメンバーが再登場しました平野翔が こういうことよと語り、ファンとの強い絆を感じさせる瞬間でした。こうした一体感は、ライブならではの特別な経験です。公演の最終日には、照明と低音が一層の迫力を持ち、観客の興奮は最高潮に達しました。3人のメンバーは大人の魅力を存分に発揮し、彼らのダンスは見事に進化していました。ドーム公演とは異なり、距離が近いため、 観客はメンバーの表情まで鮮明に見ることができました。これは、ライブの魅力をさらに引き立てる要素となりました。また、他のダンサーたちとのセクシーなパフォーマンスは、観客の目を釘付け気にしました。グッズを購入できなかったファンも、公演に参加できたことを幸せに感じていました。生で平野章を見たいという声が多く、毎日の感謝の気持ちが溢れていました。 ナンバーアンダーラインアイのライブを生で見ることは多くのファンにとって夢のような体験です有明アリーナでのライブは何度も配信され多くのファンがその雰囲気を楽しむことができましたライブに参加できなかった人々も動画や写真を通じてその興奮を共有することができました解説がとても上手で見ていて楽しかったという声も多く寄せられました バックダンサーを含めたパフォーマンスは圧巻で観客を魅了しました。しかし、箱が狭かったためか3人のメンバーが暴れまくるようなダンスをするのが少し難しそうに見えたのは残念でした。それでもバックダンサーとの距離が近かったことで迫力が増したのは確かです。個人的には初っ端から奥コンプレックスが始まったことで一気に盛り上がりました。このライブでは ナンバーアンダーラインアイの T シャツを入手することができなかった人々もいましたがその熱意は冷めることがありませんでした静着側のシーンも見たかったという声が多くファンの熱い思いが伝わってきました全国ツアーの各会場では人数が制限されることもありましたがそれでも絶対に見たいという強い意志が感じられましたさらに 平野翔が来週の金曜日にエムステに出演することを口走ったことが話題になりました。もし出演するなら、新曲 INZM を早速披露してほしいという声も多く上がりました。こうした期待感もファンの楽しみの一部となっています。全国ツアー北海道公演も素晴らしく、多くのファンがその魅力に引き込まれました。会場によって人数が制限されることもありましたが、 それでも見たいという熱意は変わりません。FC のムービーで有明でのファンネーム発表の時の録画が出ていましたが、平野翔がさらっと INZM について語ったことで、ファンの期待は一層高まりました。最後に、コニーさんの配信を通じてライブ会場の雰囲気を感じることができたことに感謝の声が多く寄せられました。ライブに参加できなかった人々も、 動画や写真を通じてその興奮を共有することができました解説がとても上手で見ていて楽しかったという声も多く No.1&I の魅力が存分に伝わりましたこうして No.1&I の最終公演は多くの人々の心に深く刻まれましたライブの特別な雰囲気やメンバーとの強い絆そして新たなアルバムや全国ツアーに向けた期待感はファンにとってかけがえのないものでした 未来に向けて彼らがどのようなパフォーマンスを見せてくれるのかそしてどのような感動を与えてくれるのか楽しみでなりませんライブを通じて感じた一体感や興奮そして予期せぬ瞬間が私たちファンにとって何よりの宝物ですこれからもナラインアイの活動を応援し続けその素晴らしい音楽とパフォーマンスに触れることができる日を楽しみにしています彼らの進化を見守りながら 一緒に歩んでいくことができる幸せを感じています最終公演の夜に感じた感動と興奮を胸にこれからもナンバーアンダーライン愛を追い続けその魅力を多くの人々と共有していきたいと思いますライブの一瞬一瞬が私たちにとって大切な思い出となりその思い出が新たな未来への希望となることを願っていますどうかこれからも変わらぬ応援を続けていきましょうそして 次の公演で再び彼らと共に感動の瞬間を共有できる日を楽しみにしています。公演後の数日間、心の中にはナンバーアンダーラインイの最終公演の記憶が鮮明に残り続けていました。ライブ中に見た光景、感じた空気、そして他のファンたちとの一体感は、まるで夢のような体験でした。特に、平野翔が死ぬなと言った瞬間は、その言葉が持つ深い意味とともに、 私たたちファンの心に刻まれまれしたこの言葉は、ただのパフォーマンスの一部ではなく、彼が持つ情熱と覚悟の象徴でした。ツアー発表に関するニュースも、多くのファンにとって大きな喜びと期待をもたらしました。新しいアルバムがリリースされることにより、彼らの音楽がどのように進化していくのかを楽しみにする声が高まりました。新曲のリリースとともに、 全国各地でのライブが行われることは、ファンにとって最高の贈り物です。どの都市でどのようなパフォーマンスが繰り広げられるのか、ファンの間での話題は尽きることがありません。また、公演中の衣装とスタイリングについても、多くのファンが注目しました。髪型、服装、そしてパフォーマンス中の細かい動きまで、すべてが緻密に計画されていました。特に、 平野省のウイスキーボトルを使ったパフォーマンスは多くのファンに強い印象を残しました。これらの細部に至るまでの工夫がライブ全体のクオリティを一段と高めていました。ライブの特別な瞬間には数え切れないほどの感動的なエピソードが詰まっています。ダブルアンコールが終わってもなお観客のアンコールの声は止むことがなく再びメンバーが登場した瞬間はまさに圧巻でした。彼らが こういうことよ、と語った時のファンとの強い絆は何者にも変え難いものでした。こうしたライブならではの予期せぬ瞬間がファンにとって最高のサプライズとなりました。ライブの最後には照明と低音が一層の迫力を持ち観客の興奮は最高潮に達しました。3人のメンバーは大人の魅力を存分に発揮し彼らのダンスは見事に進化していました。 ドーム公演とは異なり、距離が近いため、観客はメンバーの表情まで鮮明に見ることができました。これは、ライブの魅力をさらに引き立てる要素となりました。